次は校長先生のお話です。校長先生お願いします。そういや校長初めて見るな。どんなやつなんだろう。まあどこの校長も話長いのは一緒だろうけど。ふー、え、みんな冬休み前気分盛り上がっちゃってますか。校長チャラ。マジで2学期終わって冬休み入るけどみんなどう。チラ校長は学校来ずに家でダラダラできるんでマジでぶち上がってます。ふー、校長側があんまそういうこと言わない方がよくない。うわっちょマジで聞いて、これマジ聞いてほしい。いやこれマジで聞いてほしいのよ。みんなにマジ聞いてくんない。早く言えよ。校長さマジでみんなから見たらさ普段何もしてない感じじゃんって思ってるよね。いやこれマジで全然忙しいから、マジで全然忙しいのよ校長。マジで日々書類書類なのよ。誰に向けて言い訳してんだよ。でここに来ての冬休みはマジでみんなと同じぐらい羽伸ばしたいのよ。つーかみんなでスノボ行く？行かない。そういやスノボで思い出したんだけど、スノボってさめっちゃこけんじゃん。でも滑りたいからまた立って滑るじゃん。でまたこけてまた立って滑るじゃん。で繰り返していくじゃん。なんとなく滑れるようになってめっちゃ楽しくなるじゃん。これマジで七転び八起きじゃない。急に校長。マジで何でもさ何回でも失敗しても何回でもチャレンジすれば絶対楽しくてすげえいいことあるからマジでかましていこうぜってことなわけ。みんなそう思わない？すげえ。全員の心をわしづかみにしてる校長初めて見た。で校長的に最近さすげえ駅前のスナックのママにアタックかましてるんだけど全然うまくいかなくてみんなに愚痴聞いてほしいからあと1時間付き合ってもらうね。あー話は長かった。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もね。